8月11日、8月11日日曜日、能登半島地震復興応援外線 in 金沢ということで、16時から開始をいたします。15時半までにご集合ください。実施場所が金沢市内ですね。金沢市内になっております。問い合わせ先が日本第一党石川県本部。外線テーマが能登半島地震復興、それから政策周知。 現場責任者は浦川周一日本大使と石川県本部長になっております。で、翌日に石川県の被災地視察、能登半島の方をですね、視察しようということで、えー、出ておりました。まあ、こちらの方はですね、8月12日月曜日を予定してますけれども、詳しいですね。 実施日時、集合場所などについては、同じくですね、日本大使と石川県本部、石川アットジャパンファーストネットまでお問い合わせをください。えこちらについてはですね、同じくですね、日本大使と公式サイトドロンパの一人ごと行動する保守運動のカレンダーで告知をしておりますので、ぜひ皆さんねえ、ご覧いただければと思います。まあこれね、何度もね、こう告知してるんですけれども、今ね、能登半島が見捨てられてる状況です。と言っても過言じゃないんですよ。未だに瓦礫がね、 能党半島の、この石川県のところ、能党半島のところですね。まあ、ここに瓦礫がですね、あるという状況なんですよね。撤去さえしてない。それはそうですよ、ね。10億しかやってないですもん。政府が能党半島の復興支援として出したお金が10億。で、何の日本と関係がないどころか、日本に対して敵国、敵対行為をずっと続けてきたウクライナに5000億。で、さらに、ウクライナが今度借りてるお金ですね。 保証人となっているお金が、保証国ですね。保証国となっているお金が、分かってるだけで数兆円あるそうでしてですね。もう大盤振る舞いやっております。能登半島の人から見れば、日本人からすれば、自分の国を見捨ててね、ウクライナにガン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 こう支援をやる。自分の国の人間がね、この間これ記事に載ってたんですけども、もう今、1日1食しか配給されないんですね。お金がないもんだから。1日1食しか、その被災者に配給されないのに、 ウクライナからはどんどん人をですね、入れて、で、そのウクライナの人間を難民扱いして、で、日本でですね、何不自由ない生活をさせる。それで本当にいいのかっ話なんですよ。で、それにね、怒りを持ってる人たちね、ぜ、ま、ひ、あ、ね、ぜひね、皆さんね、こう参加をしていただければと思います。まあ本当にね、同じ日本人なのにね、だから自分たちがね、地震大国日本ですから、いつ同じ目に合わされるかわかんないわけですよね。自分たちが被災した時に、 政府が助けてくれないってことなんですよ、これ。石川県だけじゃなくてね。で、その時に誰に助けを求めるんだよって話なんですよ。だからね、その怒りをね、ぜひ皆さんも直接石川で訴えてほしいと思います。まあこれね、先ほども言った通りですけれども、現地で、金沢市内で16時から、16時から、えー、外線開始になっておりますので、ぜひね、8月11日日曜日、えー、外線だけでも結構ですのでね、参加していただければと思います。えー、ぜひね、皆さんね、問い合わせをしてください。 どんどん問い合わせをお願いいたします。